三浦ゆうは、日本の実業家、株式会社ブイヨンの創業者で代表取締役でも、ある。その他、リトルミスマッチ株式会社取締役を兼務した。1981年5月9日、大韓民国ソウル出生。日本人の父と韓国人の母を持つハーフ。中学、高校時代を山形県で過ごし、山形女子専門学校を卒業後に、 芸能プロダクションにスカウトされ上京。上京後は、ラジオやドラマ、バラエティなどのタレント活動の傍ら、アパレル販売員として活躍。後に飲食店の管理職を務めるほか、美容関係、飲食店のアドバイザーを兼務。2003年ミスコリア日本代表選抜に出場後、芸能活動をやめ翌年2004年、有限会社 K&J スタイルを設立し、 代表取締役に就任。2006年、松田光太の出資による、米国リトルミスマッチットの日本販売権を得て、設立したミスマッチジャパン株式会社に設立と、同時に2006年取締役に就任。2016年有限会社から、株式会社へ、組織変更、株式会社、ブヨンに社名を変更。三浦由里フェイスブック。フェイスブック。 2011年7月3日へつらん。三浦由里ツイッター。ツイッター。2012年7月3日へつらん。自分に負けたくない女社長。ツイッター。2012年7月3日へつらん。ありがとうございます。